その前にじゅえビジョンサービスが11月29日になっているのであれと思った方がいらっしゃるかもしれません。November 毎年は、えっと、1月の終わりか2月ぐらいに話してるんですけど、それが今年は11月にも来年のビジョンを語ります。usually our January, January but vision this talk a year year late year we want the to of do in in I まあ理由は2つなんですけど、お正月ゆっくりできるということと。チーム大変なのでね、正月も抜いてメディアとか動くので、ゆっくりできるようにと、そしてまあ本当に早くね、神様に期待していけるからです。今日のメッセージのタイトルは、ニューチャプターの1回目で、 雨降らずして虹かからずというテーマです。So、today, new Theories, new chapter, and the title is No Rain, No Rainbow.No Rain, No Rainbow. みんなで言ってくれますか ?No Rain, No Rainbow. 雨が降らなければ虹は出ないんです。There's There's、no、there be rain.、No、rainbow no gonna no ね、雨っていうのを例えるなら本当に人生の土砂降り、辛いところ、また予期しない何か理不尽なこと、まあそのような ああ雨が降る時があります。嵐なんかだ誰も来てほしいと思わないですよね。今日も嵐が来ますようにっていますか Nobody pray for a storm. いないですよね。I think でもそのようなことが人生で来たとしても神様はその。 雨を使って、いつも私たちに教えます。それは綺麗な虹をかけてくださるんです沖縄に行きました。そして <a week. S 2>、えー、妻と二人でこの虹を見たんです。We saw this beautiful rainbow. これはちょっと暗くしたら見えるのかな見えますか LED に変えられますようにこれが皆さんで「a そしてその虹がですねもう半径ブワーッとかかったんですよねそしてその時に一つの見言葉を思い出しました聖書で虹は約束を表します 神様の契約を表すんですね。ガラティア書の3章,、えー、3章の6節から、えーね、ヘブル書の10章の23節にこう書いています。10, 約束してくださった方は真実な方です。私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続くようではありませんか。Uh, 約束してくださった方が真実っていうことを持っている時に私たちは雨の中でも輝くことができるんです。今日はアブラハムの人生からそれを見たいです。そしそれを見たいと思います。 ガラティア書の3章の6節から15節までです。ラア、uh, uh, the English on the screen on, on your notes. 両方日本だけね。Okay. アブラハムは神を信じ、彼の義とみな,なされました。それと同じことです。信仰による人々こそ、アブラハムの子孫と知りなさい。8節 聖書は神が違法人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたのでアブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音をつけたのですそういうわけで信仰による人々が信仰のアブラハムと共に祝福を受けるのですというのは立法の行いは全て呪いのもとにあります こう書いてます。立法の書に書いてある全てのことを守って実行しなければ皆呪われるところが立法によって神の前に義と認められた者は誰もいないということは明らかです義人は信仰によって生きるからですしかし立法は信仰によるのではありません立法を行う者は立法によって生きるのですキリストは私たちのために呪われて私たちの立法の呪いから 贖い,贖い出してくださいました、こうですね、キリストは私たちのために呪われたものになりました、私たちは立法の呪いから、贖い買い戻してくださいました、何なら気にかけられるものはすべて呪われると書い,てから書いてあるからです。14節このことはアブラハムの祝福がイエスキリストによって、異邦人、私たち、あなたに及ぶためです、その結果、私たちは信仰によって約束の御霊を受けるのです。 兄弟たち人間の場合の例えも同じでしょう人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり付け加えれません。ここでアブラハムの人生を見るときに彼は本当に苦労の連続がありました。 皆さん、アブラハムのイメージどうですかおじいちゃんで、絶対に神様に対して不信仰じゃなくて、絶えずなんていうかな、見言葉をこう覚えてて言うような人。彼は神様に選ばれました。そして、約束の地に行きなさいと言われたんです。 いきなり行き先も分からず使わされました。誰かどこか行ってくださいって言われた時行き先わからないのに行けって言われたらちょっと腹立たないですか you,、uh, like、とりあえず行 <is. S 2> きち行ってきて just, just go. Just go. 仕事だから彼氏も行くと言ってるからどこ行っていいかわからない。<laughs> Oh, yes, but where? それも慣れ親しんでる場所から神様は使わしたんです。かごいファンだったと思います。なお、ギファンだったと思います。また、多くの国民のチなるという,うに、アブラムは約束されました。promised to be a father of nations。それは彼の子孫が増え広がるというビジョンです。 でも、アブラハムには子供がなかったんです。ここで約束のものを手に入れられないというジレンマがやってきます。理不尽じゃないかという思いがやってきます。あなたが言ったのにこうならないじゃない。私たちの人生の中にはありますよね。 アブラハムはそこを通るんです。そして、イサックがや,やがて生まれます。素晴らしいことだけど、神様はそれを捧げましょう。アブラハムの人生の中で一番の試練だったと思います。と,ますところが、神様はすでにイサックの代わりに 捧げ物を用意しておられるという、それか遺作を捧げてもよみがえらせるか、そのような計画があったんです。私たちの人生も同じですよね。私たちのクリスチャン生活も同じです。そのような試練や雨と思えるところに来たときに、私たちはどう考えるんでしょう どういうふうにとどまるんでしょう how do we stay there? アブラハムがそれらの困難を経て信仰の父になったのは一つだけ彼が神様からの約束だと受け取っていたからです。例えばこうです。 イサクを捧げなさいって言われたときに、えーと思うと思います。でも彼は自分を通して神様の子孫が増えるという神様の約束を握っていました。だからアブラハムの一つだけしたことは、神が。 約束されたことは、御言葉ばはなるということだけだったんです。今日皆さんの信仰を励ましたい。神様が語られたことは、神様がなすということです。時々私たちは神様が言われたことを私がなすと思っちゃうんです。わかりますか日本人、真面目だからね。 神様が言ったことは神様があらゆる方法を通し、もちろん私もです、他人もです、自然もです、経済観念もです、えー、世界の世界の自然環境もです全部を使って神様がなされるんです。God will use all means of including myself, people, and all the situations. And God will do what He has promised. Is that a light burden for you? 神様が語られるビジョン、神様の夢、それを私がなすんじゃない。私ももちろんその一個のピースに入るけど、特に教会を通しなされるビジョンは、いろんな働きを通し、て神様が成しがさんです。It's not my responsibility, it's not all my burden, but I'm just a piece of his plan how he completes his promise. だから。 14説明するときに、アブラハムの祝福が、キリストとここも大事です。イエス・キリストによって違法人、私たちに届けられたんです。アブラハムと私たちの関係は、イエス様によってつながっている。信仰によって、そして、 ヘブ,ルヘブル書を見るときに、ヘブル書の11章の8から9にも、えー、書いてます。後で読んでください。私はあなたに約束した通り、約束した通り、約束した通りという言葉が書かれてあります。じ、uh, じゃあアブラハムはどんんななな約束を信ててたんでしょう kind of 99歳になっても与えられない っていうその実現しないときにどうやって信仰に立ち続けたんでしょう he,、uh, 彼はまず一つ目罪の増し加わるところに許しも増し加わることを信じてました、so、罪が増し加わるところに神様の許しも増し加わるということ ガラティアの3の6、皆さん見てください。アブラハムは神を信じ、それが神の義とみなされました。それと同じです。ですから信仰による人,と人々こそ、アブラハムの子孫と知りなさい。って書いてます。 信仰によって神の義と認められたと信じなさい。これを神学的義に義理と言います義。義と認められる。これ、クリスチャン生活です,すごく大事です。 なぜ喜べないかというと、神が義と認めてくださっている良いものだということを私たちの生活の中で失っちゃうから十字架の恵みがどんなに大きいかということを忘れちゃうから神様の愛がキリストの十字架を通して100%表されたんだということに値引きしちゃうからです。 ガラティア書の3章の12節立法は信仰によるのでありません,ん。立法を行うものは立法によって生きるのです。キリストは私たちのたワー名に呪われました。私たちの立法の呪いから買い戻してくださったんです。 In Galatians uh, 3.10, says, For all who uh, rely on works as the law are under curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide on all things written in the Bible as a law. When I became a Christian, 17 years

In this, like, でもそこは、あー来たね、僕はだから教会最初行き始めました。Ly, 妻と全く動機が違う。So、妻は生きる目的、人は何か、生きる生きるって何 すごい高尚な理由で教会に行ったんです。私はみんなが喜んでくれるから行ってた <laughs> ところが聖書、聖書をずっと教会にはずっと行けないん6か月間聖書を学ぶ上で、この聖書の基準というのが上がってきたんです。そうすると聖書のいうことってかなり道徳基準が高い。 盗みたいと思ったら盗んだんだ。えー、<If S 2> 俺も大強盗やん。目で、情欲を持った会員だ。あ俺もう犯罪者じゃん。Uh, <having S 2> 正直そう思いました。き無理。Like, こんな生活無理。 真剣に向かい合ったことないですか if you face the Bible faithfully face you so the 聖書が真理なら俺もう全然無理 Bible, だんだん喜びなくなる気がするよいやいやこんなん無理だしこの人たちできてるのに僕できてないわ well, like, it, でもその時に十字架の福音,福音のイエス様の十字架の にかイエス様がかからなきゃいけなかった理由を知りましたそれは私たちは、ね、自分の行いで絶対に良い人間に認められないということです。剣道をしてたので目をつぶって無心になれって,ってもう無心です。無心で それ1時間座禅している中でもう腹が立ってしょうがないもう痛くて痛くて足が行いによっては救われない、like、hurt, 喜びが来ないそして一生懸命奉仕するようになったそれでもっと喜ばせよう でもこのことに聞きまた私たちはクリスチャンになった時はいどうですかの次のクリップがありますかねこれです救いを受けた時私たちの罪の意識はね上がっていきますよね。でも一番大事なのは その罪の意識、在籍よりも十字架の救いがどんなに大きいかなんです。クリスチャンに喜びを僕は神様は持ってほしいと思っていると思います。何ならわざわざミコ・イエス様を送ってそのネガティブを全部十字架にかけてくださったから。 レビキの立法では木にかけられないと呪いは終わらないという法律があるんです。イエス様が私たちが罪の意識が増せば増すほど私は逆なんです。私はどんなに救われているのか。 そのおかげがどんなに大きいかです。もうちょっと分かりやすいように見ましょう、1000円,円札がないとあ、もうそれでコンビニでダメだと思う時きあるじゃないですか。Have to in この教会に、ね、ビジネスマンの、えー、エクセレントビジネスマンの逸見さんという方で、その人が後,後ろにかけて、払うよってこう、こういう感じで払うと思います、ね、逸見さん。 ヘミさんありがとうあなたが事故して車なくなって300万ぐらいあの相手に負債を与えて請求されてたらどう ?300 万円。え、uh, ヘミさんが 会社口座からなんかわけのわからない方法で、miraculous, uh, miraculous, uh, その支払い300万がパッとなくなってた。Scheme, どっちが喜びますか、er、え、みんなついてきてる。<will> どっちが喜ぶ ?1000 の方う ?300 万の方です。Course, それが1億だったらどう billion, ?5 億だったらどう？ 私たちはそのような知らえを全部イエス様がしてくれたんですよ。それぐらい私たちは罪人の頭であり、どこまで行っても悪なものをイエス様が払ってくださった。 And 聖書を見ましょう。詩篇の51一篇の7節ひそピ呼びの私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪のように白くなります。イザヤ書1章18節さあ来たれ論じアう。主は言われる。たとえあなた方の罪,の罪が日のように真っ赤で、えー、そのように赤くても、雪のように真っ白になる。たとえ。 紅のように赤くても羊の毛のようになってるんです。<prophet> 神様の目には。うれ、uh, like、しいです。神様、僕を見るときに真っ白だよって見ててください。こんな罪人を生きてよ。 すごい誠実な方ですね。誠実と言われたら嬉しい人もいるし、いやいや、俺もっと悪いとこありますよって言いたくなりますよね。臆病な私を勇敢なものだって言ってください。信仰の人だって言ってください。あなたに罪がないよって言ってください。 You are 逆にどんな否定的なネガティブなこともあってもイエスはかばってください。なぜ、主は弁護士だから。<he> あなたを弁護されるから。なぜですかただイエスの十字架をかけたのは私だというだけです。イエスは十字架が皆さんの中で大きくなっていますか イエス様、こんな私をないものとして、罪のないものとして見てくださっている。Us us もう少し深くいきましょう。ローマ書の5章20節立法が入ってきたのは違反、要は罪意識が増し変わるためで罪の増し変わるところにここです。恵みも満ち溢れました。 罪が死によって支配したように、恵みもまた、義によって支配して、キリストイエスによる永遠の命に導かれたのです。罪の増し加わるところに、恵みも増し加わるんですよ。 だからクリスチャンになる前に自分は悪いことしたと思ってる人はクリスチャンになった後本当によかったって言います僕の友達新道さんっていうのはもうあのヤクザから牧師になった人いるんですよ。教会から来てもらったの。全部入れずにで。 He was a former そして、麻薬を運んでました。He, he he, 喧嘩ばっかりしました。Uh, was, uh, でも、牢獄でイエス様を信じて、uh, そして、牧師になって、<into> たくさんのヤクザが救われて、<laughs> <But S 2> その洗礼式がいみんな絵が描いた人です、洗礼式。<was> 川でやるんだけど。Uh, カラフルに描いた人がまたカラフルに描いた人でもいろんなスタイルがあるんだよね案外ねあれ面白いなと思って僕はアップしながら見てたけどそれで <laughs> また次のヤクザが救われてきてまた次のヤクザを救い占領とか何も川でしなくてもいいのよと思うんだけど <laughs> もうすごい光景ですよ、oh, あれをクリスチャン大使見たらんだこれと思うかもね

表現じゃないです。精霊が本当に素晴らしいな。あふれしな。内側から、ね、なんか微えみが来るように。ここのしわがなくなるように。眉間のシワが今日 眉間のしわがなくなりますように精霊がリップ塗ってくださるようにクリーム塗ってくださるように僕も真剣になったらここにしわがあるねって言われてめちゃくちゃショックだったんですよねお互いチェックしてください眉間のしわいらないよと精霊のリップが精霊のクリームがあなたを微笑みに変えますようにアーメン一つ目の約束は罪が増し変わるところに恵みが増し変わるというその約束二つ目これです弱さがあるところに これも同じです。弱さがあるところに恵みがあふれる。We s <S アブラハムにも弱さがありました。ネゲブ地方に襲ったキキンに恐れて逃げました。アブラハムはなんか向かっていったイメージあるじゃないですか。故郷を捨てて。でも、uh, <laughs> キキンが来たらまた逃げたんです。Uh, <area S 2> 私たち同じだよね。When, uh, 信仰で <have S 2> 行きます。<the famine. S 2> we want to go in faith. いやー、やっぱり、like, oh, そうい時、<bad> 奥さん、サラがいたんです。His, uh, wife, Sarah, すごい綺麗な奥さんです。<beautiful> そして彼,彼はその奥さんを紹介するのを恐れて、そして自分の妹です。あ、oh, で大きな問題になるんです。自分の奥さんがその国の偉いさんにプロポーズされる。 で、しょ妹っってて言んだでそれが明らかになって、なんでそんな嘘つくすって怒られるんです、アブラハム。そして、アブラム殺されるかもしれないね,、oh, ね。本当に神様の約束に立ったアブラハムでさえ弱さがありました。逃アブラムね、自分が殺されたくない。 He want to be killed 自己中心でした。Uh, for his and fear. でもこのアブラハムの弱さを、ね、神様は用いたんです。共にいるよと捨てなかったんです。信仰の父だと言い続けてくださったんです。信仰の人と言い続けてくださったんです。 皆さんあなたは自分をどう思いますか信仰の人です。あなたは自分をどう言いますか信仰の人です。信仰の人です。のです神を信頼している男です。神を信頼している美しい女性です。神はいつもそのことを語ってくださいます。だからアブラハムは弱さがあった。それはもう。 ね、こ子が生まれない、そのような本当に無理だ、無理だ、無理だ、限界を感じたと思います。若い方々に言いたい。若い時に限界を感じてください。Uh, if you younger, 若い時に限界を感じること大事です。ある種は僕にそうだして、僕何もないんです。Uh, some people say, like say have I nothing

まあ、クリスチャンある意味神様を持っているから言ってもいいんだけど yeah, God,、yes. でもその人に言たと何も持っていない says, 神の人です私たちは何を持っていない時すべてを持つことができるすべてを持っている神様を持つことができるんですもちろん社会に出て営業行った時に何かできますかいや何もできません、持ってません言ったらダメですよ それ,できますそれビジネスはそうです。営業しようと思ったら何でもできますみたいに言わなきゃいけない。でも私たちの人生においては持ってなくてもイエスがいれば大丈夫なんです。でそれの方が強いんです。なぜ人の目を恐れないです。精霊が導いてくださってるっていう確信があるから。アブラハムは。 弱さがあったのでそこにいたんです。聖書で見てくるモーセもそうです、アブラハムもそうです、あのえー、ヨシアもそうです。私はふさわしくないという人を神様は引っ張り出しました。誰でもそうです。家族の中で全く小っちゃくて、ね、一人だけ。

He says to go, I'll go. He says to forgive, I forgive. いか冷たいかどっちになりなさい。私たちそうなりたいですよね。<I see. S 2> 何もないです。だからあなたが必要です。あなたが持ち運んでください。Nothing, so、神が語ったことはなるからです。a m e そして3番目、これはもう最後です。<and> 苦しみがあっても、苦しみの雨が降ってても、実りが多い虹が出ます。

アブラハムの祝福がって書いてます the blessing of Abraham.、ね。それは経済もそう、健康もそう、いろんな領域です。<In S 2> 私たちのうちがキリストに似ること。それがイエス・キリストにとって私たちにおよび信仰によって約束の御霊、精霊に満たされて生きるのです。 これ私たち悟るべきですよ、ね。信仰によって、アブラハムの約束が苦しみの中でも、大変さの中でも、ジョされていくんだということです。そして、アブラハムの約束の中でも、ジョージされていくんということでて、アブラハムの約束の中でも、ジョージされていくんだということです。アメガフルトキ、アメって僕たち、祈るじゃないですか。it's raining, we pray、ね、stop raining。 これはみんな住みます、クリスチャーじゃなくても。Not Christian. 仕事がないとき、仕事ありますように、これ分かりません、ね。When you この教会に一人の方が来られて、聞きました。いろんなことで仕事が今ないんです。僕は祈りますねって言ったんです。その方、こう言いました。And he told me this. 今までよりも家族の時間が増えて、ね、 違う恵みがあるんです。To, uh, すごく励まされた。And so encouraging. ね、もちろん神様は用意しています。<Of S 2> でも、<God has S 2> コンディションによって神様は測るんじゃなくて、苦しみの中で輝く虹があるんだということなんです。ね <laughs> 諦めようじゃないですよ、これ、仏教的に諦めようじゃない。雨が降るときに多くのキリスト者はやむように去るように祈るんだけど、雨の中でキリストの輝き、実りが現れますように私たち乗りたい。<雨> <didn> そういう教会でありたい。God grace in the 私自身もそう思います。前はすごく健康でした。 でも2年前に鬱になって、それからは調子が悪い時ときで良いときはすごくばらつくんですよね。Ago, I, uh, depression, depression 調子が良いときはものすごく調子いいんです。Like、でも悪いときはね、あ、あ死んだって心がうかがえない。 今まで経験したことないです、それは。いつも、いや <laughs> <I S 2> 朝起きたら、ああ <laughs> でも、そうじゃないなって思うところ、ずっと一緒です。でも僕は思うんです。神様その中であなたが実りを表してください。細いマサとはいらないです。イエス様あなたが表してください。 でそのような経験の人たちに、神の恵みが流れて間に、あなただから今日苦しみがない人あは、あなた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 は、あなあります葛藤がありますこれどうなたんだろうかそのような時たたああなな この中で神様が神が実りを実らしてくださることを今日受け取ってほしいんです。僕、ある人とこの間しゃべってて yeah, 精神的疾患になったねってお互いそういう話しました。でもね、みんな言うことです。 なってよかったっすね。いろんなことが分かりました。神の恵みが分かりました。イエス様を知れましたっていう。ダビデがこう言ったんです。私が試みにあったことは良いことでした。それによって私は起きて神様の愛の,愛の立法、愛されていることを知りました。 私はのプロミの119の17に書いています。苦しみを怖がる必要がないですよね、私はね、そう考えると。その中で神様の虹が出ること。最後に、ヨセフも同じです。同じ人生をありました。黒黒黒。でも、漱石の41章、5一節、52節、子供につけた名前にそれが分かります。 ヨセフは調子をマナセと名付けた。神が全てのロークと父の善果を忘れてくださったからです。また2番目にエグライムと名付けた。神が苦しみの地で私を実り多いものにされた。ジョセフ called name of the second he called Ephraim for God has made me fruitful in the land of my mother. このメッセージを用意している時に一つ神様に言いました。

そしてそれはあなたは経験すること新しいチャプターが教会に開いているんです。スタートのショーね、チャプターでショーです。新しいショーがあなたの人生にも開いているんです。 これらの約束にとどまってほしいです、ね、罪の増し加わるところを恵みは許しが増しくわる今日十字架を喜びましょう皆さん救いを、救いの喜びを聖霊の喜びをそして神様がしてくださるそのすべての御業に栄光を返したい 苦しみがありますかパールを見ました取り除けてこの痛みを。3 you know, 回祈った。Uh, <Jesus S 2> でもそのままだった。Uh, でもそれによって彼は神の恵みが十分だ。Uh, Paul, uh, どっちがいいかですよね恵みが豊かな方がいいか。私その時選択しるました。 You have choice, タフでいいです。その中であなたが、神が豊かな実りを表してください。そのような豊かな実りの中に許可を入れてください。喜びがやってきたんです。解放されてきたんです。Me liberty, 今日皆さんに神様で何語ってるでしょうか ?What is God speaking、ね、to you today? 雨が降らなければ虹もかからないです no rain, no 虹は神様の約束が輝くことです雨 <Rainbow S 2> あなたを通して <his> 今日お祈りしましょう立ち上がってください you, s <S どうぞ目を閉じて見言葉にアブラハムの信仰に学びたいですアブラハムの神の イエス様神様と共に歩んだ歩みとから学びたいです。目を閉じて。アブラハムの中にある信仰、信仰の創始シャ神様が私の信仰のを始めてくださったことを気を受け取りましょう。 イエス様の許しがどんなに大きいかを今日経験できるように私はその喜びを失っていましたそういう方いた手を挙げて教えてくれる十字架で許された喜びがなかった私は喜びが必要ですい救いの喜びが必要ですはいありがとう,、はい、ありがとうもう一つ聞きたいです神様 私をあなたが選んでくださった。そして、苦しみの中でも神の栄光が表されること。And, uh, promised, uh, 私を実り豊かなものを信仰の人と呼んでくださっていることを感謝したい人を手を挙げておっしゃってください。God, God 今日は信仰ください,、はい。ありがとう。 私は罪,罪に苛なまれてます。神の恵みが大きいことを知りたい。はい、ありがとう。あなたのために祈ります。天の <me> 父様、ありがとう。You, 今日、新しいあなたのチャプターを開いていること、感謝します。イエス様あなたが今日私を共に歩んでくださっていること、あなたが今日私を共に歩んでくださってること、ありがとう。You you アブラハムに同じの神様です あなたはの祝賀、異邦人に於い私たちに及ぶことを今日受け取ります。あなたを見上げます。そして私を通して、あなたの、私を通して神様の名前が崇められますように。 苦しみの多い地で、実り豊かなこと、あなたがしてくださったことを証明できるように助けてください。イ e ス様の名前によって祈ります。The name of Jesus I pray.Amen.Amen. 最後に聞きたいです。今日、イエス様の十字架に感謝しなかった今日、イエス様の十字架を受け取ります。私も信じて、ね、永遠の命欲しいですという方、手を挙げて教えてくれる。

イエス様はあなたについていてきます「you, 私を永遠まで導いてください。」「イエス・キリストの名前によって祈ります。Jesus, みんなで、あめん。神様に拍手しましょう。God, you, 今日も救いがあったことを感謝しようね。感謝しようよ。<laughs> じゃあクリップ読みましょう。はい、一緒に読みましょう。3: はい、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。 私の人生を導いてくださいイ、エスは私の主ですイエスワ私のシュレイエスワー、イエスワイエスワー、イエスワ